はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。妖怪ウォッチ、プニプニの実況をしていきたいと思います。キレが悪い。というわけで、今日はですね、ちょっと、検証かな、一応。じゃあ、鬼マロリーダーのね、目障りだ。目障りだ。とか言ってる。まあ、鬼マロリーダーが一応ね、ダメージアップがつくんですよ。なので、あとね、一応ね、全体技持ってるんで、はい。まあ、一応ね、これ書いてないね。これ全体なんだよね。書いてないね。そう。で、全体技持ってて、まあいいんだけど、そう、一応ポイントがね、ポイントは上がんないんだけど、まあ一応、まあ、早く倒せればポイント稼げるってことで、どのぐらい稼げるかなっていうのを何パターンか試してみようかなと、思います。まあ一応この辺はね、今育成も兼ねてやって入れてる感じなんですけど、まあ一応乙姫もなんだかんだ全体攻撃とかだったりするので、相性はぼちぼちかなという感じです。じゃあ行きましょう。ここですね、呼んで。まあこのイベントね、まだまったりやってるから、そんなにまだね、やってないんですけど、一応着地点は考えてます。一応ね。まあ、言うてね、取れなかったんで、駆動を見ようが。ワイポイントひたすらやだと過ぎるからね。ちなみに最初は、ひたすらババババババってやっていきます。ババババって。ちょっとね、連打音うるさかったらごめんなさい。ね、これね、フィーバー入れれば残り時間、ある程度、てか残り時間止められるから、フィーバー入れるのも視野に入れるって、プレイスタイルこの後やってるんで、で、バカ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 で、これでなんだかんだで手に倒せるんで、他の技も止まっていってるんで。一人ここら辺で、ブルちゃん入れて、ギバニャン使っちゃおうか。で、3体来てくれていいんだけどな。前かな。2体か。撃っちゃいましょう。ワンバーリーダーとなんないかな。今回、まあ、ゲームもあるかな。ただやってるだけ。終わっちゃったっていう感じですね。どうだろうな、あんまり、まあ、実際レベルが低いってのもあるんだけどね、結構まだ全然育成途中だから、まあ、だからもうちょっとね、レベルが上がって火力も上がればもう少し多分稼げるのかな。1回で200くらい、まあ稼いでる人は300とか稼いでるんだけど、300ってすごいよね。そんないけるかな。とりあえずもう一回だけ連打でやってみようか。繋ぎながら連打するっていうのも多分やろうともできるんだけど、ちょっと爪が当たって からのここで打っておもてなしして、お、熱い、溜まったよ。 OK、 3体。 1 も
でプラスアルファでさらにフィーバーいけると熱いんだけどね。それじゃ200ぐらいはいけるのかな。お疲れ様ずら。というわけで次はちょっとフィーバーを意識した感じ。まあ、一応ワイマネー、ワイマネじゃねえや、ワイポイントが20ずつ稼げると。でも20ずつだと結構遠いよね道は。というわけでちょっと次はつなぎながらいきますか。軽くね、軽くつなぐ感じ。バシバシ使ってっちゃうか、つながるし。何か入れるタイミングちょっと重要だよね。3体出た時とかのが繋げるとめっちゃバババや。これこんぐらい繋いとけば多分バババでいいんじゃない。入ると思うんだよ。ここ調整したいか。ここ入れちゃってもよかったな。いや、ここは倒した。で、まあいっか。最後に、おもてなしを打ってギリギリ2体倒せるってこと。あー、倒せなかったね。ってわけであんまり変わんない変わんない。フィーバー入れなくてもだから連打の方がいいのかもしれない。ちなみにこれ結構ね、報酬が意外と良かったりして、まだ私拾ってないんだけど、なんか秘伝書とかスキルの書とかも出るような話を聞いてるんですよね。まあ一応コイン、モモコイン G とか拾ったかな。まあ結構コインとかもね、ちょこちょこ出るし、あとあれだ、合成アイテムが結構出る気がします。おしろいとか拾いましたよ。もう一回やってみる？フィーバー。まあ、なんとも。いや、多分、連打の方が、多分楽だよね。考えなくていいし。結局多分、連打、まあ私がね、繋ぐのあんま上手くないからってのもあるんだけど、まあしかも中途半端に繋ぎまくるんじゃなくて、ある程度ババってやっちゃうからね。まあでも、ただ繋いでたりとかするとね、進まないからね。倒せないから。多少は、なんとも言えないね。確かにこれ中途半端だよね、このやり方。これやったら、あれかな。もっとバシバシ繋いでいって、フィーバー2回3回入れるとかの方が強いのかな。わかんない。それもやってみようかな、一回フィーバー。速攻3体だったら一気に切って、次も3体だと熱い。2体か。まあいや、打っちゃう。で、これが惜しいの。ロロロロガーで、これもったいなかったかな。デカツに当てちゃったが、多分早かった。あんま変わんねえか。ああ、もうフィーバーのこと忘れてる。いや、でも多分無理かな。無理だからいいや。なんとも言えないね。一応だから、これ混合だね。どっちかというと混合か。混合ですね。いや、でも、普通にただ、お疲れ様です。ああ、どっちがいいんだろうな。安定感はこっちなのかな。
連打してると技が均等にってか要は落ちてくるプニとかによっては変な感じになっちゃって100いかない時とかたまにあるから、安定はしてるかもね。やっぱりつなぎつつフィーバー1回は入れてみたいな。で最後はひたすらただつなぐの優先して、でもこれ絶対遅いからダメなんだよね。ああちょっと待って、これはしんどい。ああでもそう、これがあるんだよね。ジバニアン S の効果があるんですよ。まあレベルがスキルレベル低いから、あひどい、やめよう、ダメ、これ絶対遅い絶対遅いからもうやめよう。ギリギリ、いやフィーバー狙いにくいようにしたのちょっと微妙だな。これはもう悟空姫打ってる場合になっちゃったな。これ倒せないかな、ダメか、打つしかないか。あ、いけるか、いける、いける、あくっそ押してたのにな。だからさすがにダメか、0秒でも間に合うときは間に合うんだけどね。やっぱ全然ダメ。これは、まあ、最初のね、つなりが。だからやっぱり多分、どっちかというとベストは、あれかな。適度につないで技を貯めて、バーって倒して、フィーバー入れ、1回は入れて、みたいな。まあでも多分300とかやるんだったら、フィーバー2回は入れた方がいいのかもしれないね、多分。多分ね。まあ私多分できない。ちょうどよくはできないと思う。はい、ということで、そんな感じです。まあ、鬼丸をリーダー、多分入れた方が安定はするかな。前がね、プリティーパーティー、プリティーじゃない、プリティーパーティーとかで、パーティー、もう、なんも言えへん。やってたんだけど、まあ、100、そうだね、160とかいってなかった気がするんだよな、多分。140とか150とかだったような気がするんで、まあ、入れ、一応取って、た方がいいのかな。ただ2500重いですからね、ワイポイント。まあこれはお好みかなって感じがします。ただまあ効率とか云々と私はあんま好きじゃないからあれなんですけど、まああった方が今みたいにバババババってやってくならいいのかもしれない。野口ってあれか。ヤマタの野口あれだっけ。まあまあまあ、あこれここで見れるか、もらったよね。野口ってなんだっけ。野口三つ股野口か。これとか S になるのか、本当に。でもボスじゃなかったっけってねって感じだもんね。はい、というわけでじゃあ今回は、鬼マロリーダーの検証的な動画でした。お疲れ様でした。まああんまり参考にならなかったかもしれないですけどね。はい、バイバイです。